7月5日水曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気図から確認していきましょう。大陸から日本海に低気圧が発生し、そこから伸びる前線が接近してくる予想です。広い範囲で雨の予想となっています。では詳しく天気分布予想で確認していきましょう。雨が降るところが多くなり、だんだんと西から東へ雨のエリアは拡大していく予想となっています。雨が一時的に強まったり、雷を突風を伴う恐れがあります。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具をお持ちください。北日本も天気は下り坂となりそうです。では14時の予想気温も確認していきましょう。暑さは少し和らぐところが多くなりますが、それでもムシムシとした体感になります。熱中症には気をつけてお過ごしください。以上、全国のお天気をお伝えしました。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからも詳しくご確認ください。